はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々に町田の29さんに向かっております。というのも29さんね、まあいつもいろんなチャレンジメニューを出しておりまして、今回もねカレーの早食いのチャレンジメニューができたということで、早速お邪魔しに参りました。ということでお店の方へ突撃したいと思います。はい、ということでただいま店内の方に入ってまいりまして、もうすでにねチャレンジメニュー目の前に出てはいるんですが、今回チャレンジするメニューはこちらでございます。1キロのカレー早食いチャレンジということで、こちらのチャレンジメニューのルールの方が、この1キロのカレーライスを制限時間1分以内に早食いをするチャレンジとなっておりまして、32秒が最速だそうです。1分以内に食べきった場合は料金が無料、記録の上位者3名には賞金が出るそうです。でこれスタートを始める前にもちろんこのまんま食べてもいいみたいですし、もうねルーとライスを先に混ぜちゃって食べてもいいそうなので、挑戦する皆様のご自由にねこう調節してみてはいかがでしょうか。ということで、食べ終わる際には口の中に入っててもお皿になければそこでストップになるそうです。プラスお皿の上にね 10g 以上もし具材が残ってた場合には失格となるそうなので、そこだけはね気をつけてください。あれ、これはもう置いたまんまのです。こうやって持ってたらダメ、持ってても OK、 持ってても OK、 でもスタートで口に入れ始める。あ、わかりました。今日僕はこのカレーライスチャレンジをこの3回ね調整する予定となっておりますので、1回目はとりあえずそのままね混ぜずに食べてみようかと思っております。今日はカメラが1台、2台、3台の4台と、業者ですかこれは。業者です業者です、はい。こうか、僕の方は準備大丈夫なので、タイマースタートの掛け声をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、5秒前で行かせていただきます。はい、5秒前、4、3、2、1、スタート。ダメだ、ごめんなさい。大丈夫です、どうぞ続けてください。まずなんか無んだ。めっちゃこぼすじゃん。めっちゃルー残ってんじゃん。で、ルーがこぼれ。ルー、待て待て、これ失敗だ、これ完全に。終われない。終われない。記録は何秒でしょうか。88秒59です。ひどい。チャレンジすら失敗してるって普通に。一発目はねこんな感じで混ぜないのは無理っていうことが分かったんで、二巡目はねちゃんと混ぜて綺麗にね食べていこうと思います。はい、ってことで今ね2巡目のカレー持ってきていただきまして、さすがに2巡目はさっきのね失敗があったので、今回全部混ぜてみようかと思います。これ一回ルー混ぜなきゃダメだね。うん、1巡目はネタ枠のチャレンジャーになってしまいましたが、2回目はねガッチリいこう、ガッチリと。いやでもこれはむずいな、マジで量とかの話じゃないですね。作戦もうめちゃめちゃむずいわ。はい、ということで今ね2巡目の準備が整いました。すべて具材を混ぜ合わせて、やっぱねスプーン遠いと時間がロスしちゃうので、こう片側に移ってあります。
なんかもう疑心暗鬼ですもん、失敗しちゃってどうやって食ったらいいのっていう。はい、じゃあまたお願いしてよろしいでしょうか。はい、5秒前、4、3、2、1、スタート。時間はどれくらいでしょうか。33秒09です。微妙なんて微妙、33.09、 とても微妙。コツならコセって思うし、いけないんだったらもうちょっと離せる一番微妙。でも思いました、ギュッとしすぎたらダメだ。寄せすぎちゃうと位置によって一口でストロークで入ってくる量が変わってきちゃうんで、ここからの距離で一口分って決まってるからやりやすい気はします。このまま同じ一口をずっと繰り返してる方がいいってことですね。うん、いや、はい、ということで、2巡目、一番微妙なタイムを出しましたが、続いて3巡目に参りたいと思います。はい、ということで、ただいま3巡目になりまして、ちょっと先ほどのね、反省点いくつか活かしながら、混ぜて準備していこうと思います。いや、これどうしたらいいのかな。でも分かんないですね。これ均一にこう、ルーはタイムロスになるので、ちゃんとお米に染み込ませて。はい、ってことで今ね、第3巡目の準備が整いました。これできる限り平らにして、一口食べる際の量があんまり変わんないようにしております。いや、難しいの、この縦に行った方がいいのか、横で攻めていった方がいいのか、こう回って。はい、じゃあちょっと待ってちょっともうちょっとこれ距離縮めて。はい、じゃあお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、4枚、4、3、2、1、スタート。28秒4。これもギリギリだと思うんで、28秒4、今のところ、記録は超えてはいるけど、あと残りのグラム数ですね、これ超えてるな。はい、8グラム、8グラム、9グラム、28秒4ということで、今のところ現最高記録更新でチャレンジ達成ということで、ありがとうございます。ギャグみたいなボンミスをして、一番つまらない巻き方をして、最後に3巡目で持っていくっていう。ただね、これお腹に容量があって、まあ食べられる方は何回も一応事前に予約すればチャレンジはできます。で、食べ方とかね、本当にコンマ1秒2秒の差で結果出てくる試合なので、何回か繰り返していくたびに食べやすさを見つけて、絶対にタイム伸びると思いますんで、ぜひね、お腹に余裕がある皆様はこれ何度かねチャレンジをして、自分の一番早い食べ方を見つけて、ぜひ僕の記録
を更新してみてください。で、まあ、いつもね僕29さん来るときはチャレンジメニューとかデカ盛りいただいてはいるんですが、もちろんね普通に美味しい、もうめちゃめちゃ美味しいハンバーグとかね、いろんなお酒も提供しているお店ですんで、大食いの方じゃなくてもね、ぜひここに29さん飲みに食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。今日は焦りすぎていただきますごちそうさま忘れておりました、すいませんでした。それでは皆さん、チャレンジ。